そして5年後の977年次男が病気に伏せてしまいますおそらくもう長くはありませんそんなある日金家が次男の家に向かって歩いてきます中は悪かったけどさすがに見舞いには来てくれるのか次男は金家をちょっと見直しますところがそう思いきや金家は次男の家をスルーしますそしてそのまま天皇のところに向かいますわざと次男に嫌がらせをしたわけですねそれで天皇に次は僕を乾白にしてくださいよとか言ってますしかし次男がもうブチ ちぎれちゃってるんで、金家を関白になんて絶対したくありません。ということで、天皇と次男が相談した結果、全然違う藤原さんが次の関白に決まります。